皆さんこんにちは。非常識な教師集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは紹介という言葉の重さを理解することがビジネスも人間関係もうまくいくというお話をしていきたいと思います。今日のテーマはですね、紹介ということでお話をしていきたいんですけれども、いろんなシーンで紹介ってあると思うんですよ。本当にその人のことが好きだから紹介するとかですね、あとは、アフィリエイトっていうお仕事もねあったりするんですけど、例えば企業さんの商品を紹介するバナーを自分のサイトとかに貼っておくと、そこから、企業さんのところ飛んで商品が買われると、一定のパーセンテージが後でお金が振り込まれるアフィリエイトっていうものなんですけど、そういうものも紹介になりますし、紹介っていうシーンはビジネスでも一般的にもいろいろと、あるんですよ。だけれども、今日お話しするのは紹介っていうことは、いろんな意味で重さが本来あるものなんですよね。私軽やかにもちろん紹介もするんですけれども、そこの裏には一つのその紹介っていう言葉の重みっていうものを本当は理解して紹介とかをちょっとしていただきたいなというふうに思っていて、今日は紹介をねテーマにちょっとお話をしてみたいと思います。はい、ではですね、本題に入りたいと思うんですけれども、まずですね、その紹介の話をしようと思ったきっかけっていうのが当然あるのでね、そちらの方をお話ししようと思うんですけれども、紹介って皆さんにとって、どういう位置づけのどういうものになってるかっていうのはちょっと考えてみたこととかありますかね。私の中では結構紹介って、自分の中ではこうなんていうかな、ちゃんとしてるというか重たいというかですね、しっかりした状態でその方を紹介したいんですよ。で、それはお金をもらうとかもらわないとかそういうレベルの問題じゃなくって、自分がその人との関わりをどう考えているかっていうことなので重たいっていう話をしています。ですので気楽に人は紹介するんですけれども、その紹介する相手っていうのは、私がまず一つ目がですね、好きな人かっていう、人間的に好きな人かっていうことがまず一つあるのと、もう二つ目が人間的に好きだっていうことはもちろんそうなんですけれども、それを紹介することによってその先の方が幸せになれるかっていうことが二つ目ですね。で、三つ目はその紹介する人が自分にとってもちろん好きで商品が良くて、だからできればその3つ目は商品、その紹介する人の商品とかサービスを自分が使ったことがあるのかっていう、このあたりが結構ですね、私の中では大きな紹介っていうイメージのね内容になってきます。各々それぞれどういう状態になっていくかっていうことを紹介をしていくんですけれども、まず一つ目がですね、その人が好きかどうかっていうことがあるんですけれども、これ大前提ですよね。人間的にいいかどうかとかっていう、商品とかサービスを紹介する以前にその人自身を知っていて、しかも好きかどうかっていうことが結構ポイント大きくて、よくメッセージとかでですね、 Facebook とかでもこういう商品ねやりましたみたいな形ですっごい薄い人から紹介してほしいみたいないうのメッセージとか来るんですけれども、なかなかこれ難しいですよね。普段からやっぱり付き合ってる方とかが紹介してくれっていうのは全然喜んで紹介するんですけど、人柄も分かってるし商品も分かってるから、2年とか3年とか音沙汰がない状態で唐突に自分の商品紹介してくれっていうのはやはり難しいですよね。難しいと思っていただいていいです。私ほとんどその系はお断りしているので、だからなんていうのかな、人間関係とかが成り立ってる上で紹介っていうのはやっぱ成り立つなというふうに思っていて、自宅教室業の先生っていうのはよく昔とかはほとんど紹介で成り立っていたっていうのはそういうことで、この教室行ってよかったよ、でそのお友達が来る
でそのお友達が来るみたいな、まあそういう紹介で教室が成り立ってたっていう時代があって、今かなり難しいんですけれどもね、ネット集客とご紹介で大体成り立つような世界が多いんで、あのそういうの、ね、少なくなってきてるんですけれども、まあ要は紹介って、まあ、それぐらい威力もあるし、まあ、成約率ほぼ 100%、まあ、紹介ですからねっていうような状態なぐらい威力があるわけなんですよ。だからまずその方が好きかどうかっていうところがないと、こう自分の信頼も失ってしまうんですよね、変な人紹介すると当然。だから私の中では紹介っていうのはかなり礼儀正しく、そしてあの重きを置くべきものだと思ってるので、ネット上でちょっと話しただけとか、ものすごく疎遠だった人から唐突にサービスの紹介してくれっていうのはまず NG だっていうのは、まあ、ちょっと分かっていただけるんじゃなかろうかなっていうふうに思うんですよね。だからまず一つ目が、まあ、その人自身が好きかどうかっていうのが、まあ、結構大事なポイントになってくるところかなっていうふうには思っているんですよね。で、二つ目がですね、まあその商品サービスを紹介してその先の人ですね、例えば私で言うと私のクライアントさんがその商品サービス、ないしは私の友人がその商品サービスを紹介したら幸せになれるかっていうのがまた紹介できる領域になるんですよね。要はだから自分が分からん商品は紹介できないっていうことなんですよ。そうですね、私の場合は自宅教室業の先生のコンサルをやっているので、まあ、それにまつわるような商品サービスっていうのは基本紹介しやすいです。例えばウェブサイトをね、安く作りますモニター価格とかっていうのは紹介しやすいです。それによって先生とかが救われるのを知っているし、あとは例えば料理教室の私のクライアントさんの、料理教室とかでも本当にいいっていうのが当然分かっていれば、まあ、そちらを紹介するとかっていうのはそんなに難しいことではないんですよね。だけれども例えばなんですけど、全く私の領域の人には、関係ない、そうだな、例えば工業規格製品の部品を作っています、だからその部品をオリジナルで作る仕事を紹介してくださいって言われるとサービスが全然わかんないんですよね。その人の人柄自体は紹介できるかもしれないんですけれども、そういうケースはこう自分が使ってもいないし発注もしていないので紹介はなかなか難しいです。やっぱり私は基本そのサービスによってその先の人がすごく幸せになれるのが分かってるとかいうのはやっぱ身をもって紹介はできるんですけど、ピンとこない商品はやっぱり私の領域ではなかなか紹介しがたいので、その方のお人柄っていうのは分かったとしてもなかなか紹介しづらいんですよ。っていうのはまあ事情は説明するんですけどね、紹介しにくいっていうことで、はい、そういうのはありますので、おいそれとほいほいって言って紹介引き受けるってことはないですね。はい、これ2つ目です。で3つ目が、自分がその商品サービスを使ってたことがあるものを中心にやっぱ紹介します。ということは本の著者ないしは本を紹介する場合には自分がその本を買って読んだりしているものとかはやっぱり紹介しやすいですね。当たり前ですけれども、読んでない方がねやっぱ紹介しづらいですよ。何も分かってないのにいいよとか言えないとかいう、人柄はいいとか分かってもやっぱね読んだ上で紹介ですね、本とかも紹介する場合には。だから最近著者 の知り合いの方がすごく最近増えてて、まあいい機会ではあるんですけど、すっごい家に本が増えていっていて、電子でダウンロードもできるんですけれども、やっぱね私なんか本はね紙で読みたいんですよね。なんかね電子の本はノウハウものとかはいいなとか思うんですけれども、なんノウハウ、その区分けが難しいんですけど、辞典のように使うものは電子でもいいかなと思うんですけど、なんか心を感じながら読んでいきたいものってめくりたいタイプなんですよね。なんで本が増えているっていうのはここ1年すごい多いんですけども、まあ、あとサービスとかもやっぱり受けた後でその感想を持ってやっぱ紹介したいんですよね。だからこのあたりとかもですね、まあ、紹介してほしいとかいう話とか来るんですけど、サービス受けてないと紹介できないんですよ。だからその
無料でサービスを受けさせろって言ってるんじゃなくて、お金を払ってもいいから、あのサービスを受けてないとやっぱり紹介できないんですよ。なんでこれ私のポリシーとかスタンスなんですね。っていうのが私のあのなんていうのかな、コメントとかでそれをいいなと思って言ってくれる人がいちゃう場合にはですね、やっぱ責任を持って発言したいんですよ。だからそれだけ自分の発言に自分が影響力があるのを知っているので、だからやっぱ本当にいいものしか紹介したくないし、自分が受けたサービス以外は基本紹介したくないんですよね。だからその発信の信憑性っていうことで、私へのあの信頼、メルマガ読者さんとか LINE の読者さんとか、まあいろんなところで関わりがある人の私への信頼感っていうのも裏切りたくないので、まあ、私のスタンスはまあ基本そんな感じで動いているんですよね。だから信頼っていうのは、信頼じゃない、ごめんなさい、紹介っていうのは結構私の中では重たい案件なんですよ。でだから私が紹介するってことは、その人をしっかり好いているし、その人のサービスも理解してるから、その紹介は信頼してもらってもいいと思って、あの間違いないです、私がね紹介するものっていう。じゃあ逆にあのもっと軽い紹介ってなんかあるじゃないですか。これはもう賛否両論あると思うので、私は私の個人的なスタンスをお伝えするので、それによってどうっていうのはあのご本人のね判断にお任せするんですけれども、例えば、初期の頃ですね、起業初期の頃って知り合いとかが少ないとかっていうのがあるじゃないですか。でその拡散の度合いのスピードを上げるために、こうみんなで紹介し合いましょうっていうのをこう やられるようなグループとかってあるんですよ。でそれは別にそういうやり方もあるし、否定もしないし、あの私が個人的に好きではないっていうだけの話なんで否定はしません。それによってその人の友人に露出があの広がって、で自分の商品サービスが買われるっていうきっかけになるっていうのはね全然構わないんですけど、例えばあるグループに30人いたとするじゃないですか。でそのグループが全員こう自分の商品サービスを購入するような層と全く同じ層じゃない人とかが当然30人とか40人いればいるわけじゃないですか。で拡散力は確かに広がると思うんですよ、紹介してもらえれば。あなたも紹介するし私も紹介してねみたいな、そういうルールにおいて紹介し合うと、まあ、自分が30人紹介する代わりに、まあ、30人から自分を紹介してもらえるわけですから、起業初期の人にとっては、まあ、ある意味嬉しいことだとは思うんですよね。だけれども私の個人的なスタンスは、まず自分に自分の商品をしっかり宣伝する力がついた上で誰かとコラボをして、その人の人にも紹介してもらう、自分の方もその人を紹介する。だからある程度頑張った自分が自立した状態で PR できる状態になって、同等レベルの人とそれをやるのがいいなっていうのが私の個人的なスタンスなんですよ。どういうことかっていうと、あのよくわからないけど紹介し合いましょうわーってやることによってですね、まあ、あの確かに広がるかもしれないんですけれども、それを見聞きする側の立場になって考えた時に、じゃあ例えば自分のブログが人の紹介のばっかりで埋め尽くされたりとか、自分の Facebook のタイムラインが人の紹介ばっかり埋め尽くされた場合に、その人のファン、その人の投稿が見たくて見に来てる人っていうのはどう思うのかっていうところで、まあ、あの同じ属性ならまだしもなんですけど、全然違う属性だった時、しかもそんなにたくさん紹介できるっていうことは、その人たちとそんなに深く触れ合ってないはずなんですよね。でそれで紹介が続くっていうのを見るとどうなんだろうなっていうのは個人的に思うんですよ。
確かに広がるかもしれないんですけどね。だから私は、私が紹介した人っていうのは私が心底その人のことが好きで、そのサービスを紹介することによって私のお客さん、私の知り合いの人も必ず幸せになれるなって確信できる商品だから、幸せになれない商品だった時には本当ごめんなさいって感じになるから、やっぱり自分も使ってないと嫌だよねっていう、そう考えるとそんなにたくさんいっぱい商品をやたらめったらに紹介はできないはずなんですよ本来は。なのでやり方としては別に悪いとは言わないんですけど、私の個人的な感覚はあまり好きではないなっていう感じですね。紹介を重いと思っている人だからです。誠実に対応するべきものだと思っているし、自分の、ご縁がある人にその商品を紹介した時、サービスを紹介した時に絶対に幸せになれるなって思ったものしか紹介したくないっていうのが私のスタンスなんですよね。でこれをなぜ言ってるかっていうと、私がいろいろ勉強している時に、いろんな企業塾みたいなところを3ヶ月単位でね、ここはこの学びが欲しいなっていうのを思った時に、所属したところがやっぱりそれを強制するようなタイプのグループだったんですよね。それがっていうことは、自分も紹介するし相手も紹介するっていうのが、ビジネス上当たり前なのかなと思いながらもですね、やっぱり見ず知らず、ほぼ見ず知らずですね、サービスもよくわからない人のをこの文章を使ってやっぱ紹介してくださいって言われるのはすごく違和感があって、使ってないんですよサービスで。私のも紹介するからって言われたんですけど、私は皆さんの分ね、頼まれたのは、仕方なく紹介はしましたけど、そのグループの中にいる、学びをしている期間だけですけどね、私のはお願いしなかったです。その趣旨に私が反するなって思っていたから、所属しているから仕方ないっていうことでやりましたけれども、やっぱり気持ちのいいものではなかったですね。だから私は紹介するときには別にすごく頼まれなくても紹介するし、いいなと思うし、その人好きだったら、でその人も私のサービスとかをいいなっていうふうに思って紹介をしてもらったら嬉しいなっていう領域でやっぱ紹介ってやりたいので、紹介の感性と考え方が違う人と組むとズレがあるので、お互いに結構大変だと思います。私はそのだからグループにいる時にその人のは紹介したけど、私は依頼しなかったんですよ。なんかその趣旨が違うなっていうふうに思っていたので、いやその人が自発的にしてくれる分には問題ないんですけれども、強制的に全員でやり合いっこしましょうみたいなルールで動くっていうのは私は好きではないっていうのが個人的な私のスタンスです。ですから私のクライアントさんにも紹介し合いなさいを強制は私はしないんですよ。自発的にこの人好きだよね、いいよねって思う人は自発的に紹介したらいいし、自発的にこの人いいよねって思う方と組んで相乗効果があるなっていうグループの時には組んでみて、一緒にライブをやるのはいいんじゃないかっていうのは基本スタンスで伝えてるんですけどね。紹介って強制されるべきものではなく、心の底からそのサービスがいいと思ったり、その人が好きだと思った時しか紹介ってしないっていうスタンスがいいなっていうのが私の個人的なスタンスです。はい。なのでいろいろなケースでねあると思うんですけれども、紹介ってそんなに軽いもんじゃないというふうに私は思っているので、今日ちょっとその提言でそんなお話をさせていただきました。はい、ということで、まとめていきたいと思います。紹介という言葉の重さが理解する、紹介という言葉の重さを理解することがビジネスも人間関係もうまくいくという話ですね。まず一つ目は、その人を好きであることっていうことですね。で二つ目はその商品サービスを紹介することで私のご縁がある人が幸せになれると思うもの、これは紹介できます。で、3つ目が、その商品サービスを自分が使ったことがあるのかっていうところが大きい要因ですね。紹介できるかっていう、
まあ、このあたりをやっていると、まあそんなに簡単には紹介ってできない分、私が心底心を込めて紹介する方っていうのは本当にいい商品サービスだけを紹介してるっていう、私へのね、信頼感っていうものも損なわないでやっていけるのかなっていうふうに思っているので、私にとっての紹介っていうのはそういう重きがあるものであるということをお伝えしたいなというふうに思って、今日はお話をしてみました。皆さんも誰かをね、紹介するときに、まあ、ご自身のね、ポリシーにおいて紹介すればいいと思うんですけれども、いわゆる巷の SNS で「わーい、紹介あいっこしましょう」っていうほど多分軽いものじゃないんじゃないのかなっていうのが私の個人的な感覚です。はい、スタンスだけお伝えするので、どういうふうに判断してどういうふうに動くかはご自身で決めていただいていいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは。